お母さん。お父さん。お父さん。お母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 さんかい。乾杯。さあ飲めるかな。どうや。よし太一。どうだ。焼肉しようか。たくさんお肉買ってきたから、いっぱい食べましょう。よいしょ。焼肉爆食いするぞ。なあ、すげえ足幅取るやん。いや、ちょっと。足ここ下ろせる？僕に下ろせ。ごめんな、長い足。長足長すぎてパパには邪魔だ。まずは、タンから行こうか。うん、ご飯も食べる。ちょっと待ってな。タン焼こうな。あそう。二人とも半ズボンや。ほら暑いかもしれない。よし食べるでー。でもな暑そう。ん？何だちょ。お肉。わあ。ご飯食べるのもう。いただきます白崎。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。暑いかな、ごめん。大丈夫。おいしい、お肉やばよし、これでね。これを。なんか、胡椒ちっちゃまったな。なんでもかんでも値段上がってるしな、大地よ。ちょっと待ってな。うん？はい。はい、何？ご飯。ちょっとお茶と、何を何を、再びをあげますよ。はい、ちょっと待ってや。はい、お肉、今日お肉爆食いパーティーだな。あ、大地の待て、何？お母さんかい。お父さん言うてや。お母さん言うな。お父さんは？お父さん。あとこんにちは。こんにちは、ジェン。よく食えへんな。よし、行こうか。食べ。ご飯もやけど、お肉。せっかくお肉あんのに。だけど、でも足痛いわ、お前。すごい場所取ってくるやん。なあ。痛いな、もう。君とは仲良くご飯食べられへんな。めっちゃいいの。おいしい。おいしいくん。おいしい、おいしいな。おいしい。イエーイ。今日も暑かったな。今日めっちゃ暑かったんで、午前中パパ散髪行ってきて、でここからマッサージしてもらうな。夕方から二人で初めてスタバに行ってな、ピーチフラペチーノっていうのとストロベリー、じゃあいちごフラペチーノ。ちょっと待って。お、食べた、飲んだんです。熱っ、ちょっと待って。スタバ自体も行ったことないし、あんまし一回だけ行ったことあるのかな。一回行ったけど、もうそれ以来行ったことないんだけど、初めて買い物して、まぐんどんどん。なると二人でスタバに行った様子はこちらです。どうぞ。いちご、桃、どっち？桃。はい、桃。桃どうぞ。はい、というわけで美味しいし、ええ経験してきたな。一回行ったらもうこれで次からバン大地連れて行けるわ。もう全然怖ない。やり方も分かったしな、道も分かったし、美味しいコーヒー飲んでみたいわ。コーヒー飲んでみたい人。はい。ご飯ばっかりやん。最近なんかちょっと落ち着いてきてんのか分かんないけど、自傷行為をガー引っかくん、引っかくんだけど、だいぶ顔を引っかくんやめてなくなってきて、たまにここら辺とか引っかくときはあるな。ここら辺引っかくときはあるんだけど、最近この足の裏側なんかママは引っかいてるって言うてんねん。ここら辺足強いじゃないか、足の裏な。私ここ引っかいても痛くないし、怪我もせえへんし、
だいぶここも顔切るようになってきたもんな。おい。あ、ごめん。疲れたってるか。たがけ。ん？たがけ。何それ。たがけ。あがけ。ハラミ？ハラミ言うた？ハラミ食べる？すごい。これ何？あれ？ハラミって知ってる？パパ言うたか？え、マジか、すごいな。ハラミ言うた？言うたんか。たがけ。お、ハラミ。違うな、でもなんか。ハラミ食べたいな。ほんまか？なんか違うような気がしてしゃがない。ハラミ言うてるか？ハラミ、カルビ？カルビ言うてる？どっち？はい、大臣、ハラミとカルビが入ってるわ。どっちで食べる？はい。はい、どれ食べる？カル、ハラミも切ったで。ご飯食うんかい。なあ、お肉は？ハラミ言うたんちゃうの？なあ、ハラミ言うたんちゃうの？パパ喜んでピッタッとのに。よう、嘘かい。うまっ、めちゃめちゃうまい。カルビ焼こうか、パパ。最近なんかカルビも食べれるようになってきた。一時カルビ食べれへんくなってきて、もう年齢年重ねたらそうなんねんな思ってきたんやけど、ここしばらくずっと早起きして筋トレして運動するように心がけるんですけど、笑うなよ。なんかカルビもしっかり食べれる。なになになに、こっから食べたいって言うの？これこう食べたいの？はい、ハラミかやけ。なになになに、楽しそう。何よ、何が楽しいか全然わからへんけど。え、ハラミカルビーときゃ。何、え、まだちょっと持たせて、持たせて。最近 YouTube やってて、いろんなコメントを書いてもらうこともあるんですけど、パパ自体もそうなんですけど、やっぱ自然とこう大気に対してこんな感じで自閉症として生まれてきたから、将来的にこういうことは多分できひんやろうねとか、自立するのは難しいと思うからみたいな感じ前提でこうパパ自体も思って言うてしまってるんですけど、正直どう頑張ってもまあ無理なこともりょうさんあると思うんですけど、障害持ってるから無理だろうなとか決め続けてしまうと、もうそれ以上伸びひんのかなって。明らかにまあ大地が今、大地こんな感じに毎週に行きますけど、あれれれけけけけけけけね、パパがおらんくなって家族一人になったとしたら、まあその一人で悩むかんや生きていくことはまあできひんやろうけども、それでもやっぱり可能性を親が否定して潰してしまうのはもったいないかなと思って、無理の中でもやっぱりなんか方法あるかもしれないし、もともと大地たちその熱い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 高校卒業して、その進路が生活介護決まってて、実際大地も生活介護通ってるんですけど、こういうふうに YouTube という形でお仕事することもできてるし、普通の進路として働き出してたら多分もうね、仕事はもう無理なんだけどね、まあ、こういうふうな YouTube という形でちょっと視点変えるだけで働くのが無理ってもう決まってたんが、なんて言えんな、そんなことなくなって働くことできてるしな、仕事なんのかって思う人もやると思うんだけど、まあ、実際こうやってな、大地が YouTube を撮って収益が上がってきてお金が発生する以上はな、大地が働いたい働いて稼いだお金っていうことやな、全然すごいことやな思うし、将来的にもしかしたらいろんなことできるかもしれないしな、何ができるのか分からへんけどなあ。そんなに言いやがってね、もっと頑張らなあかんもんな、大ちゃんもっとできるねんな、大ちゃんも増えるやな。
まあまあ、あれ見ながら今のできるんだでもあげからねあれ、もやぶいだがなあ、あそうや、せっかくやし、ビール飲むビール飲む人はいお手伝いよはい、のんきり今回は本物のビール乾杯して、乾杯手持って持って乾杯さあ飲むかなどうや美味しいちょっとずつにしようお肉食べてビール飲んでいいやんあんまお気に召さんかうーん、気が変えこどんどんどんおおいしくはないな、別にそんな飲めるけどちゅうかもうパパ言ってたやんお酒も3年ぐらい前コロナ始まるちょっと前ぐらいにやめて晩酌はしてないんだけどおいしいもういらんこれだけ飲むとあんまり大事に起きへんのがもう次の日しんどなるし朝早くも起きれへんし大事と一緒にご飯も食べれへんくなるしお酒飲んでも全然いいことないんでやめましたねえでも久しぶりのビール美味しいあー美味しい美味しい人パパやなここで一遍ごちそうさましとこうかよし、ちゃんとしてさあ、はいこっちこっちこしたあれはいはいよはいよ、ちゃんとまっすぐ向いてみんなにバイバイよバイバイまだまだまだまっすぐ向いてあっち向いて、はいさようなら、バイ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 はい、ありがとうございましたもういらんかビールいらんか、パパ飲むで